これね、これ本当に出てきましたよ。それは A タイプの、あ、なるほどね、34230っていう。でそしてあ、30じゃないですか。ね、30じゃないですか。あ、リングスが、うん、あんまないです、ね、わ、これやばいわ、うん、これいいっすね。やばいでしょ。こっちも色が落ちてる。ちょっとリペアしてる、うん、ね、叩いて、すごい色がいいな。あ、絶対いいですね。やばいっしょ。これもいいね。超いい A タイプ、これいいわ。30本当に巡り合えない、入っていいですか、ちょっと、うん、これは確かにどっちから行こうかな。どっちが30っていいよね。どっちがいいと思います。30がいい。ノーコンか、こっち。ノーコンか、とりあえず。サイズ感超いいというの声が。うん、漏れてました、ね。漏れてますね。でも愛は漏れてるよ、声が。おぉ。最高だね。バッチリじゃん。超かっこいいじゃん。いいサイズ。ドンピシャじゃん。ドンピシャだね。竹、ね。うん、うん、ちょい折りでも、うん、両方いけるね、うん、あ、いいいいいい、ドンピシャ、久しぶりに、やつんていいよ、やばいわ、これいいな、これいいよ、最高だよ、これちょっとやばすぎるよ、色やばいっすね、色やばいね、バッチだよ、サイズがね、バッチでしょ、すげーいい、これすげーいい、ドンピシャだな。これはやばいっすね、マジで、これはマジでやばい。これやっぱいい、あの ちょっと、うん、ジャストすぎ、ちょっと緩く履くと、うん、こういう感じになるんですよ、ジャストすぎるでしょ、うん、ワンちゃんじゃないかって、あ、これ余裕あるの、3-2、うん、あ、3-4か、あ、そうなるんだ、だからいいね、ね、うん、結構お尻がキュッて食い込んじゃうんですよね、うんうん、ジャストだと、そう、501は、うんうん、めちゃめちゃシルエットいいな、これいいな、これファってなるのいいね、うん、ちょっとオーバーだから、うん、うん、色がね、サイズ感がめちゃくちゃかっこいい、来ちゃったな、来ちゃったね、10万人記念でね、うん、あ、そうですのりさんから提供が昔、なんかすげえ思い出す昔の履き方、ね、そうね、昔うちら本当に36履いてて、うん、で、ここ閉めて、うんうん、ここデカバキしてたんですよ、その感じ思い出す、うん、ここの部分ですげえね、そう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 、いいわ、このシルエットマジでいい、いいね、欲しいわ、かっこいいマジで欲しいでしょ、うん、で、もう一個の方もいいよ、とってもすごい、これだったらドンピシャジーンズね、履きたい、うん、欲がね、うん、オリジナルのレングス、オリジナルなんですよね、いいな、当たりがね、うん、巻いた時のね、ロールアップした時、もういいし、よくこんないいのが出るね、うん、これ奇跡っすよね、奇跡、やっぱり、いや、これはもうなかなかもう、ねまあ、もちろんデッドストックとかも出てるから一概に言えないけど、でも、うんまあ、バランスいいですよ ね、うん、うわ最高だ、色落ちが、やばいっしょ、いやかっこいいわ、これ色落ちやばやばいね、いやなんかこういうの見ると、うん、なんかわ俺結構ビンテージデニム好きだなとかやばいっすね、やっぱ色がね、色やばいっす、ね、ウエストがちょっと色が違う、細い、あんま変わんない、体感は、うん、一緒だよ、うん、色落ちが綺麗な、本当に色落ちだけ違うぐらい、うんうんうん、サイズ感と、うん、そう、もう表記も一緒だし、同じタイプだし、うん、濃さがこんだけ違う、うん、これもね、いい感じで色落ちてるし、まだまだちょっとこっち履きたいな、今の気分、うん、こっちのでも若干なんかシルエットこっちの方がなんかいい感じした、だったよ、うん、もうねった、うん、ちょっとこっちはシュッとしてるなと思った、うん、そうっすね、うん、若干ね、この部分とかでしょ、うん、うんそうなんだ、ほんと微妙なとこだけど、多分いい色だなぁこれだともう 1-2 サイズ上げてもいいぐらいだね、うん、やっぱ細いね、うん、こっちの方が確かにいいシルエット出てたね、表記は同じなんだろうけどね、でもかっこいいよ、かっこいいっすね、かっこいい、これよかったな、俺それよかったね、これはもうバッチリだったね、これこれかっこいい、どっちかだな、あのオーバーあるかこっちか買い物動画が出てくるのかな、ね、これどっちかの値段じゃないですけどね、比べる開けようかな、それ、あ、これこれ、あっちあっち、おお、いいじゃん、お、いいじゃん、うん、ドンピシャ、ドンピシャだね、うん、ドンピシャ、あ、めっちゃいいサイズ、うん、いい、いい、うん、もうこれもほんとこれからね、履き込んでいってもらってめちゃめちゃ良くなる、濃いもんね、まだね、うん、うん、
レングスがね、いい、うん、レングスいいってないですね。やっぱレングスだよね。うん、シルエットいいんだけど。シルエットいいね。うん。その間にか。いいよ。かっこよすぎ。ね。わあ、いい。うわあ、いい。もうやばいよ、マジで。本当に。めっちゃいい。めっちゃいいよね。めっちゃいいっす。うん。やば。やばいよね。いいな。いいね。いいね。うん。プレプレびっくりしたこれ。かぁ、すごくない？いいわ、このいいっすね、それいいないいよねこの感じいいっすね、うん、ちょっと大きいかなと思ったけど全然、この超ぴったしっすね、めっちゃいい、レングスもいいし、うん、サイズ感いい、めっちゃいいですね、いや、本当にいや、見るとめちゃめちゃ分かるわ、かるわ、色落ちもいい、いいね、そうなんだよ、このヒゲとか綺麗に、ね、平均に、ね、すごくいいっすね、なんかマジでいい、美しいよね、うん、いいわ、いいよね、はい、すごい、本当に気持ちも入ってて、うん、あと、うん、ベルトもいいな、なんか、うん、出してみようしてきて、いいしていいっすね、プロっぽいよね、うん、なんか履いてると、うん、あの人すごいなって、プロだ、うん、ね、違うよね、なんかこう、やばい、これは最高にいいっすね、雰囲気あるな、やっぱ最高すぎるな、これ候補決定じゃない、そうね、そう、私候補とかじゃないですね、もう、うん、2人ともいいそうね、1年後にあこれ買ってくよって言ってたいないいな、うん、久々いいね、うん、やばい、めっちゃいい、こっちはこれからだしね、うん、こっちはもう仕上がってる、仕上がってるね、仕上がってる、履いちゃうとね、うん、そうなんだよ、欲しがっちゃうんだよ、うん、わかる、本当に入っちゃダメなんですよ履かせる人がいるんだよ、お尻の感じもかっこいいよ、ね、うん、そうですよね、お尻いいですよね、こうマジですげーいい、ね、本当にでも見れば見るほどすげーいい、マジでいい、うん、いいっすよ、すごいね、やばいっすマジでだからもう一本の方も、うん、まあ同じような感じにしたら、うん、あっちもいいっすけどね、66とかもちょっと出してるしね、66いいな、まあでもね、66今季が多いから、あシングルない、うん、でもさ、正直この辺の80年代ぐらいの501とか、うん、もうマッコンコンの、うん、こういうのも全然いいっすよね、うん、すごい、いいっすね、まだ起毛がかかってて、うんうん、本当に耳なんて正直なくていいんだからね、うん、なんでまあでもまあでも意外に当たり出ますよこれ、うん、これだけでもね、なくても当たりはまあね、負けた時とかね、ここはね、確かにね、このね、見えがね、見え方ね、そう、うん、でもこの辺のさ、うん、66は、うん、いい、ね、うん、このこの薄い感じもいいよね、うんうん、おしゃれこの辺だったらね、うんうん、履きやすいしね、うん、66後期、うん、後期ですね、うん、この辺は、そういえば持ってきたんだ俺、あ、そうだ、レペア、お、ああ、出すやつ、前に話してた、俺のビッグイーを、うん、マテリア君にリペアしてほしいから、うん、持ってきたんですよ、お、持ってきて、持ってくる、うん、持ってきて、持ってきて、お、見せて、見せて、お、いいじゃんああ、だいぶだね、結構いっちゃってんだよね、でしょ、好きな色だけどこことかしたいの、リペア、俺これあれだな、これも撮りたいの、もう、うん、撮んなきゃだね、でしょ、うん、これもう、ここっていう話じゃなくて、もう裏がね、こうなるといっちゃってて、もう分かる？ここ、ここに、あもう裏がある、確かに、ここ、もうね、もうみんな弱ってんだよな、生地が、ね、薄くなっちゃってるね、そうそうそう、要はこの辺もみんなやんないとなんだよね、生地自体がもう10万円ですねすり減っちゃってんだもん、じゃあ今日やめますやっぱり、いやいや、そこまでしないと思うんだ、それもいいですよ、俺はいいよ、破けてもそのね、だからそのこういうとここやってほしいと思うんです、そうするとどんどん切れてきちゃうでしょ、今度上とか、いやでもね、うん、今のリペアすごい、うん、あのクオリティ高いから、うん、そうでもないんですよね、うん、俺もそんなにリペア詳しくないんで、これはもう、ハルさんの言うと、こうなっちゃうんだ。こうなってるの両方なってたんだ。これ剥がして、うん、これもう取っちゃうし、ね、スピリビリって言ってました。熱かけてるか。か熱かけて。これタリア君に任せましょう。余計なことすんのやめよ。でもほら、裏見るとわかるでしょ、こういう。そうですね、ムラがありますね。いいやつのやつ。こうなってる。あ、状態いいやつこうやってます、地味。あ、ほんとだ、穴開いちゃったね、このね。自分でやったの。なんかもうリペアがアメリカ人だよ、うん、うん、本当っすね、このね、雑な
だから本当にアプリ前買ったんですよ。当時ね。当時。8年、10年前ぐらい。だから本当アメリカ人が来てるはずですよ。もう弱ってるからさ、調子いいんですよ。これね。すぐ外れちゃうよね。なんとは全然違うね。ムラになってない。綺麗だ。もうすり減ってんだ。こう横なっちゃってるんですか。そう、うん、だからここをさ、変な話言ったらビシッて切れそうな、ね、感じが、うん、こうなるお手前みたいな感じですね。そう、うん、なるほどね。でもいいじゃん、なんかボロでかっこいいよ、かっこいいですね、色もいいし、ね、色いいね、俺もすごい好きな色だな、これで、ここだけどんどん広がっちゃうからね、怖いんだよね、レッドが入れてほしい、でもこういうダメージ系のもね、今また人気っていうか、ありますよね、このダメージ、なんか股がさ、やっぱ開いちゃうと嫌だけど、いいよね、雰囲気あるよね、かっこいい、このボロでも履いてもいいんだけどね、まあね、膝のとこ特に、でもいいじゃん、せっかくなんか直せばね、渡り屋プロに、それもいいんだよ、それ何それ、ブランド分かんないから70円台ぐらいの、70円台が安いの、ストア系のやつだね、これいいな、36だけど絞った履きはかっこいいかもしれない、かっこいいぞそれ、あのね、505みたいなシルエットで、かなりテーパーでも効いてるんで、マックパンツ結構よくね、人分け、人分けすごいじゃん、色がケントね、でかいのか、一回でも履いてみれば、履いてみて、履いてみて、でかいけど大丈夫、詰めればいけるかも、俺ぴったしなんじゃない、履いてみて、俺履いていい、いいね、いいね、違う、いいサイズだな、ね、ちょうど絞れて、36だったな、36それ、この辺リーズナブルでいいでしょ、確かに、ね、買いやすいよね、でも全然遜色ないね、裏ポケもいい、後ろのポケットも別にリーバイスじゃなくてもって人はね、ホンダあったよ、ホンダあったけど、ホンダですか、あれどこだっけ、これか、あーちっちゃいね、ちょっとね、ちょっとタイトルね、結構しかも派手だな、トルコ、トルコロールで、バイクからっぽいっすね、なんか、いいのあるな、ね、いいな、いいよね、うん、ちょっとテロンとして、お前見ちゃう、結構いいのあるよ、 T シャツとか欲しいんだよね、これやっぱ夏に向けて、あ、いいじゃん、キャッチョタクトは、キャッチョ長いか、でも基本長いよ、みんなこれは、だから入れたりとか、一回着てみるか、長いな、着丈がまず、全部そうなんだ、まあね、そうだね、そもそもユニフォームだから、しょうがない、不動産さん着そうってのあった、そっちこれですか、そうか、うわー持ってそうってか、広沢さん着てたな、ね、これも絵が浮かぶ、あ、それもいいっすね、オッケー作る、そう、どうしたの、広沢さん置いてきた、今日置いてきました、そう、その寺井さんのアテンドで忙しいんです、あー多分いい T シャツ多いなぁ、ね、いいなぁ、あ、いいじゃないですか、いいですね、あ、めっちゃいい、広沢さんっぽくなってるね、若干、めっちゃいい、いけるね、よくない、いい、かわいいね、かわいいです、サイズ感もオーバーで、かわいい、ちょっとツヤツヤしてね、確かに、綺麗だからまだ新しいプリントがね、そう、これやれてくれば、確かに状態良すぎて、良すぎるんだよね、良すぎて、逆に良すぎて、良すぎて、ね、現行のみたいな感じ、でもいいですよ、雰囲気あります、本当、白もあったんですね、白もありましょう、同じですね、本当だ、80年代か、ゲート80年代、80年代、カーハードもやっぱ揃ってんね、ダブルに、これこんなボタンなんだ、本当だね、みたいな、ちょい新しい、いいじゃん、あ、この色もいいな、確かにアメリカ高いね、やばいですよね、高かった、高いです、ジャケットが特に、あとシャツとかいいんじゃない、シャツいいね、あ、めっちゃいいじゃん、でかいわ、でかいの、でかい、丈も長いし、あ、それいいの、色もよくね、でかいかな、ちょっとでかいね、これそれ良くないですか、着ていいですか、どうですか、うわ素材がいい ね、しかも絶対これ単丈でめっちゃかっこいいと思う、50とか60ぐらいだと思う、そうですよね、60とかだと思う、60年代だ、いいじゃん、ちょっと着てみて、あ、いいね、着丈とかめっちゃいい、サイズ感ベスト、この生地いいな、レイヨンだけじゃないっぽいですね、
いいね。かっこいい。サイズ感いいわ。サイズ感めっちゃいい。だけがね。うん。かっこいい。シルエット着てんじゃないですか。あれ。ああ。バドの。かわいいでしょ。かわいいですねこれ。いいな。これかわいいですね。マジで。これでねキッチンカーで。どうかな。ね、めっちゃめちゃくちゃいいです。それ買いっすよマジで。これ買った方がいいんじゃないですか、マジで。よくないですか。いいよね。これいいな。これいいと思うな俺。これはね。スタイル出てるよ。ポケット。ポケットかわいいっすね。かわいいっすね。ちょっと難点は耐久性にいますもんね。そうそう、難点は。でもまあそれ切れたらまた。そうね。作れば。これだけでもいいよね。バド入れるようなね、しかも。本当ここ。書いてある。あ、そうなの。超カウンバド本当。やば、ね、バドサーブするときに入れてって、ねうん、これいいな、うん、ケントシャレ聞いてるよ、ね、ポケットがポケットですほらポケット入ってバド出す用のカウンバード、ね、やばくねやばいやばいねいいよねこれいいないいよねうんゲットしていこうかこれはいいっすよ、うん、これいいっすよね、うん、買った方がいいっすちょっと補強した方がいいかもしれないここねうん60年代 ね、そうそうそう古いんだよ古いね、うん、古いんだよ、うんやばいねこれやばいね見たことないよね最初から最初からです多分へぇ、おふざけ商品みたいな、うん、いいじゃんやばいね広沢さんっすね広沢さんだねそれはすごいねこれなんで作ったんだろうなこれ高いなこれオール飯あオール飯だね結構あの服が入るように厚くなってるんで、うん、そういう風にいや、ま、もうこれ自体もすごい古いあの子供のドレスなんですけど、うん、でも抜いて、ネイジャパの歴代のコレクションです、ね、なるほどねこれ元から入ってたんですかこれ元々へぇそれ自体も古いんですかそれも古いですうんしかも、元気あるなぁ古いですねねすっごいけどね置いてあるこれなんだろうそれはね、糸巻き機なんだよへぇ、そうなんですねどうやって来たのか全然わかんないでも服とかかけてまあ確かにねいろいろ使えそうだねいいねこれいいっすねかっこいいなこれめっちゃかっこいいやんこれ年代なんすかこれこれ60年代でしょ60年代こうやってずらしてやる60年代ソフトかけてずらせばうわーここに書いたんですね裏にもへぇ、持ってんな特に表がないんだねねコンテナ来たばっかだから充実してますねそうなんです、うん、一昨日来て、うん、雨でさ、うん、めっちゃ大変だった雨だったんですねあの時うわきついわこれ超いいよあ見ました見ましたインスタでこれにさ、ね、タオルとか、もう服とかかけたこれ良さそうだったまあ最高じゃんこれあめっちゃいいこれいい、ね、確かに性的にも相当いいよね、うん、めっちゃハングできるよねうんちっちゃい版もこっちもね、ぐわーって大きくなるあ、結構そうなんですねそうなんです、すごい、これもじゃあこのステッカーのさ、そう入ってきてたもんねスールボックスが、うん、やばいねランタもいっぱいあるし、ね安定のうんこれかっこよそれいいね、うん、ステッカーいいよな、やっぱステッカーいいねこれすごいいいね、うん、マジで中もね、綺麗で、なんかスポンジみたいなのが入っててそうなんですよ重っこれ重いっしょこれね、回すのあ、ぐるっとあ、あの本ね、こうなってんすねそう音楽機材とかですか、これいい、ね、なんかそういう感じかね、使ううん、ほんとろこれでね、こうやって回してロックしてこれいいねいいな、これあと、これもボタンにしてるやつあ、ほんとだすごいよね、これほんとやばこの後普通ないもんね。うん。あとアイロンもありますね。出たこれ。ディスプレイのためのやつでしょ。使えるけど一応みたいなね。今回すごいじゃないですか、ね、スヌーピーの雑貨類が。すげえ。やばいね。この辺あれ見なかったっけ？みたいなやつ。あったっけ？ああかもしれない。ノーズボールです。確かに。リペイントされてるねみたいなやつ。うん。モーさん買いますかこれ？うん。お。いいっすね。いいっしょだって。これいいっすよ、めっちゃ座り心地めっちゃいいよねいいよねいいっすね、それ何しますか家でうーんとか、まあキャンプゆっくり荷物が詰めればこれ持ってきたいし、うん、なんかこう、洗練されてない感じがいいよねいいっすよね、これ多分今、現行でこのキャンパスロートがさもっと簡素化されちゃうじゃん、うん、多分まずこの網使えないんじゃないですかそうそうそう、し、うん、本当にねうんすごい高くなっちゃうね手作業でしょ、ね、手作業で、うん、作ったらね、うん
それもいいな、いろんな。いいっすね。今、5時前ですか？5時ぐらいなんですか？お腹すいたよ。もう6時だ。やば。伸びた時がだから、すごい明るいね。そうっすね。ね。何時から見ましたっけ？2時。4時間くらい。結構見ちゃうね、やっぱり。うん。ジーンズとオーバーオールがなんかすげえいいの入ってたんで、ちょっと見ちゃいましたね。間違いない、あれは。うん。こちらは雑貨も変えたんでね。はいはい、スタジオのね。そうです。よかったです。はい。大満足です。うん。ボブさんはこの椅子も買ったんで。よく言っちゃうの。買います。なんで言わないだって誰もわかんないよね。ね。これいいよな。なんとも言えない、うん、愛着が湧く感じのアルミと木と陶の。では東京帰りますか。はい。ご飯食べ行こう。はい。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ。